はい、防水について、解説します。このところね、あるヒット曲でその替え歌で防水っていう替え歌を歌った方がいらっしゃってね、その関係で非常にこの防水で菌を溶かすっていう動画が非常に視聴されておりまして、問い合わせも多いもんですから、パネルにして簡単に解説をしたいなっていうふうに思います。防水っていうとね、あの高校の教科書の科学の教科書でもね紹介されてるんですけども、まあ、いわゆる、菌を溶かす、酸であると、これ金箔なんですけども、あの普通金属はね、あの酸で溶けるも多いんですけども、なかなか金とか白金銀なんかは溶けないんですよね。この防水を使うと、まあ、普段あの溶けにくい酸でも、まあ、金とかプラチナですね、白金でも溶かしてしまうと。実際に金を溶かしている映像は、動画の説明欄のところからリンクを貼ってあるので、そちらをご覧ください。あの銀はちょっとある理由によってね、あんまり溶けないんですけども、じゃあ黄水ってどういうあの構成の、まあ、水なのかっていう話なんですけど、まあ、濃塩酸が3、濃硝酸が1の割合の水溶液です。まあ、強烈な酸化力を持っているので、まあ、反応式としてはね、こんな感じですね。まあ、硝酸と塩酸で、塩化ニトシルっていうんですけどね、あんまりこう馴染みのない物質なんですけども、こういった物質とあと塩素ですね、まあ、矢印ついてますけど、これはあの反応させるとどんどん揮発していってしまうということなので、黄水そのものはね、だんだん時間が経つとあのその酸化力の力はだんだんそう下がっていってしまうと、失われていくっていうことですね。で、あの菌を溶かすって話なんですけど、この下の方ですね、あの菌 AU ですね、菌が、溶けて酸によって溶かされて、テトラクロロ菌、カッコで赤で3って書いてありますよね。これはあの菌があの酸化のようになるということを示していますね。菌もイオンになるということですね。で、カインカッコがあって酸イオンであると。このテトラクロロ菌酸イオンですけども、これはあの結晶化させたやつが、あります、テトラクロロ菌酸四水化物っていう、物質なんですけども、黄色っぽいんですよね。たまに金のメッキのね実験でたまに本当に使うんですけども、非常に高価なもんですからあまり一般的なもんじゃないんですけどね、こういったもんです。はい、防水についての防水に関連したお話なんですけども、まあ、高校の科学でもね、まあ、ここら辺ぐらいまでかなと、あの扱うのはねこのぐらいかなとは思うんですけども、まあ、金とか白金を溶かす強烈な、物質であると